神奈月の神チャンネル見てみな、飛ぶぞ。どうも皆さん、ご無沙汰しております。ということで、なんと皆さん、今年も単独ライブモノマネラブ2024 in 東京決定いたしました。いやー、来ますねこの時期が。決定ということですけど、決定しました。ちなみに日付の方は、日付はですね、11月の23日でございます。はい、23日、これ土曜日です。土曜日です。祝日ですねこれね。はい、はい、ちなみに場所っていうのはどちらなんですか。場所はですね、虎ノ門にある日照ホール。これ素晴らしい会場らしいんですよ。今回初めて、初めて、なんと9月にね、これあのオープンするんで、今日今8月なんで、ええ、会場はまだどういうところかも見てません噂しか聞いてません私は。あ、じゃ あ, あのセキュリティとかも含めて、どんなネタが NG になるかもまだ分からない。まだ全然分からないんですよ。すみません、ただプロレスはやめてくださいとか、そういう可能性もそうあるかもしれないですねただあのなんか2階席も入れると1000人ぐらい入れるキャパのところらしいんですけど、はい、ちょっと前回よりもさらに拡大していく。そうですね、前回もね結構1000人ね、あの2回合わせて1000人ぐらい入っていただいたんで、まあ、今回も、2回やりますんでね。17度はあれですよね、はい、会場で胸毛を投げていいかっていう、これはチェックはもうされてるんですか。そうですね、まあ、2階席から投げれるかなっていう、ね、はい、体重的に物を投げていってるのは OK は、まあ、まあそれは別に内緒でやっていいんじゃないですか。じゃあそれもまだ分からない中、分からない中ね、はい、だから投げちゃダメだったら普通に手渡しで配る配る、配布する、もう配布する、もう最初から配布しちゃうっていう椅子の上に置いとくっていう話で、うまくいけば会場が OK だしよっていうのは、ね、もう毛の雨が降るっていう、もう毛の雨も降りますしケツも出してよければ出しますしね逆にケツ出していい会場ってなかなかですよねそうですか、このご時世そうなんですか。そこでやってていいのかなって逆に不安になりますけどね。はい、その日照ホール、はい、場所で虎ノ門って言ってましたけど、虎ノ門の、そうですね、日比谷線の、はい、虎ノ門駅、はい、じゃないですね、じゃないです、日比谷線は、虎ノ門ヒルズ駅、はい、で、銀座線が日比谷線の駅と、まあ、いわゆるビジネス街って。ああ、そうです、そうです。ハルさんにはもう遠いところじゃないですか。だって俺あのビジネスマンなんかやったことないからね。生まれてこの方。普段絶対行かないような。59年生きてますけど。うわ、うん、めちゃめちゃいい場所ですよ。はい、日照ホール。日照ホール。そして11月23日土曜日。はい、一部が、はい、13時半から。はい、で二部が17時半からという。まあいい時間帯ですね。そうそう。まあ会場は30分前と。ライブ見てゆっくりとしたい人は前半とか一部に来ていただいて、うん、でご飯でも食べにゆっくりとしてから、ちょっと気長に見るかぐらいな感じだったら夕方来ていただいて、で前回、はい、ものすごくグッズが売れてですね、はい、グッズを買う時間がですね、設けれなかったんで、はい、もしかしたらこの会場の10分前ぐらいからグッズを買えるような状況にするかもしれません。グッズだけはどうぞ。前もってはってことですね。そうそうそう、前もって、はあはあ、あれ長蛇の列並びますよ。グッズ、ちなみに何が売れ良かったですか。 T シャツですよ、やっぱり T シャツと、はい、アクリルスタンドあの T シャツってのはもちろんあれですよね、長州さんが着てた T シャツじゃなくて、ライブ用の T シャツ、それとは別なんですね、スタッフ T シャツが、はい、これがバカ売れして、はい、ただ今回は長州さんのとこ行った動画でもやった通り、はい、これいいんじゃないかって来てくれたじゃないですか、はい、だからあのバージョンをさらにちょっとリニューアルして、もう長州さんおすすめ T シャツってことで売っちゃおうかなと長州さんのポップ作っちゃうじゃないですか。もう勝手にやろう来てみろっつって、来てみな飛ぶぞっつって、いいですね、うん、アクリルスタンド、アクリルスタンド、はい、アクリルスタンドの方は前回は武藤さんのバージョンで作ったんですけど、はい、もうほぼ完売という状況だったんで、はい、誰が買ったんですかね。いや、みんな買ってきましたね。
だから売店の売店で手伝ってくれる人たちはあれが一番売れないと思って、はい、一番隅に置いといたらしいんですよ。そこにみんな並ぶっていうね。いやこのアクリルスタンドの、うん、その後1年後皆さんどうなってるのか聞いてみたいですよね。それはだから今度のトークライブで買った人いたら、はい、聞いてみたいですね。どうしてんのっていうことでしょ。そのままですとか保存してますもいるかもしれないし、いるかもしれないし、ね、横に誰々と並べてますとか。だからまさかあの2つ買ってるやつはいないと思うんですよ。保存用と保存用と飾る用と。そうそう、いますかね。だからちょっと今回はねまたちょっと新しいバージョンでね、はい、まあ何種類作るかはちょっとまだ決めてないんですけど、シリーズ化するってことですか。シリーズ化してやってみようかなと思ってね。それはいいですね。はいはい。だからまあ前回武藤さん、うん、まあ、それはプロレスラーかどうかは分かんないですよね。それは分からないです。それは分からないです。まあ皆さんが手が出やすいようなその見た目、はい、見た目のキャラっていうかね。なるほど。はいはい。まあ、手が出やすさと手が出にくいのは何か、まあ、あとはあの本人からクレームが来ない人ね。いろいろと面倒くさくない。面倒くさいからね、もう OK な人だろうっていう人でちょっとチョイスしよう。大きい事務所じゃない人っていうのもあるってことですね。まああとは絡んだことがあるかないかっていうね、はい、ことで。なるほど、はい、もう分かってますよねっていう。そう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 。で、今回もねチケットピアで、はい、発売するんですけれども、これがね、ちょっと第一次先行発売っていうのと第二次先行発売っていうのがあって、はい、第一次先行発売は9月の8日9月の8日から受付が始まる、はい、受付が始まる、第一次選考、はい、で第二次選考が9月の28日の土曜日から第二次選考が始まると、はい、まずは第一次選考でチケットを取っていただいて、ガツンとね前の方バーンと押さえてもらってですね、はい、もう最初からもう負けを考えるやつはいるかっていう話になりますか。やる前に負けることを考えるやつはバロッ今から二次選考考えるんじゃねえと。そう考えるなっていう。で一般発売がね、はい、10月の19日になりますんで、はい、まあ、だいぶ押し迫ってきてますんで、これぜひ皆さん第一選考第二選考、なんかミュージシャンみたいなことやってますけどね。そうですね。だから一選考でまずは手に入れてくれとチケット。そうそうそう。そしたら安心じゃないですか。安心ですね。はい。これで二次選考行くっていうのもちょっとだん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 と。ピンチを迎えていく人たちもいるわけですもんね。そうそう、ああ後ろになっちゃうんじゃねえかみたいなね、はい、でなんと、はい、しかもその第一次選考の前日ですわ、はい、前日の9月の7日に渋谷でトークライブやります、はい、ね、渋谷のロフト9。そう、ロフト9でやりますけれども、はい、そこでなんと最速の販売しますんで、限定販売チケットを、はい、その場で渡すぐらい。そうだって選考に当たっても席がどこかって分からないじゃないですか、まあ、それこそ一次選考なんてその受付に登録したところで、うん、本当にこう自分が当選するかどうかも分かってないんですよね。分かってない分かってない。その前に前の日にもう席番が分かってるところが当日買えるっていうね。7日に来れば来れば、これはチケット枚数はこれはもう、いやまあちょっと前回も結構売れたんで、はい、まあ、前回持ってった数よりもちょっとだけ増やして、はい、まあ、昼の分夜の分ね、はい、これいい席をねご用意してますよ皆さん。トークライブを楽しんでいただきながら、はいはい、チケットの方もそこで買っていただければ、はい、お会計は現金のみとなっていますペイペイはできません。そこでグッズは販売しないですね。グッズはそうですね、まあ、ちょっとグッズの作るその なんつうの期間があるんで、はい、そこにはちょっと間に合わないかもしれないですけど、トークライブに来てくれた人特典で、はい、もしかしたらグッズナンパーオフとかさ、はい、そのをちょっとやるかもしれない、はい、でちょっとあのまずは、うん、9月7日のトークライブで、はい、もうその場で手に入れた人はそこへ来ていただいて。そうですよ、もう席のね席番も分かって、はい、まあ、どうしてもスケジュール合わないよって方は、はい、その翌日から、はい、翌日あれピアでやられる一次選考に、はい、登録していただくと。そうですね、はい、これはあのチケットピアの会員様向けのですからね、はいはい、まず会員になってもらって、はい、西尾ホール、11月23日何度も言いますけども、11月23日に、うん、ライブでございます。多分こっちかこっちに出てるでしょう、はい、今情報出てますので。でね、今年はね
だって俺来年これ還暦じゃん、だから還暦ライブもそれもちろんやるんだけど、今年59歳でね、だから50代最後のライブなんですよ。だから何なのって話なんだけど、そうだね、青春みたいな、もう50代最後のライブですから、還暦前でもこれぐらい動けるよっていうのをね、見てもらおうかなと。でこれね、俺40歳からさ単独ライブ始めてんじゃん、これ20年目なんですよ、ちょうど。おお、あ、そうですね、区切りとして、はい、ね、だからもう20年やってるわけよ、こんなこと。そうですね、うん、すごいと思わない、だって毎年で、まあ、コロナの時はちょっとできなかったですけど、はい、まあ、20年、そして、まあ、来年のね還暦ツアーに向けて、はい、ちょっとこれステップということで、はい、ぜひ皆さんご来場お待ちしております。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 Yeah!